黒木ほのかのシークレットショールームほのけバラエティートーク。ほのけバラエティートーク、なんと生放送に続きこれも今回で100回目の放送となりました。イエーイイエーイイエーイイチカナちゃんイエーイということで、そんなおめでたい今回募集していたテーマはこちら、私の素敵なところ100個集めよう。ということで、まあ100回目の放送にちなんだテーマにしてて、でその100個集めるには100リプ来ないとダメだねっていうことを前回言ってたんですが、なんと過去一のリプ数来てるということで5億ぐらい？もう本当に嬉しい、みんなありがとうね。なんぼ来てた？あ、5億は言い過ぎか、2億？2億来てた？集計大変でしたね。じゃあ4鉄もう誰も突っ込んでくれない一応100は達成できたんですよ、ありがとうございます。ということで、じゃあ投稿を見ていきましょう。そう、今日はトップ10を集計してくれたんですよ、ありがとうスタッフさん。ということで、じゃあまず10位からいきましょう。第10位、家族思い。素敵なところだねこれね家族と仲がいい、実の家族もサンドリオンという家族も大切にしている。家族の話をしている時の姿、エピソードから大好きなところが伝わるこれ素敵なところなの？ありがとうございます。そっか、でも確かに、まあ実家に帰るたびにいろんなお話を皆さんにもするし、特におかんはうちの家、東京の家、私の家にもさ結構来るから、そのたびにお母さんはね意味わかんない発言とか行動をしていくから、そういう話もする機会が多いからかな、きっとそれの印象があるんでしょうね。ありがとうございます、お母さんも喜ぶと思いますじゃあ続いて第9位、おしゃれまあきっといろんな言葉でね褒めてくれてたのを、まあなんか簡単にしてみたらおしゃれになったってことですよねありがとう。第9位、おしゃれ、ファッションセンス、ファッションの最先端、肩出し着こなせる、大きなリボンが似合うちょっとおもろいな、ありがとう、嬉しいです。私はねファッション大好きだから、こうやって素敵だねって言ってもらえるのはとっても嬉しいです。じゃあ続いて第8位、語彙力、文才がすごいダメだ、全部面白くなっちゃいますね。嬉しいですよ。エッセイで才能が爆発してます。作詞ができるところ、文才がすごい、いつもワードセンスが素敵ちょっとまとめるの下手じゃないですかなんかおもろいんだけど、してこんなに楽しい文章になってるのちょっと面白すぎるな、ありがとうございます。そっか、語彙力も褒めてもらえるのはやっぱこの職業、声優という職業してますから、そういう意味でも嬉しいし、やっぱエッセイを書き始めてさ、なんていうの、この前クイズノックで伊沢拓司さんも言ってたんですけど、その文末表現が被らないようにするのを気をつけてるみたいな言ってて、伊沢さん私もって思いながら見てたんですけど、やっぱですばっかり続かないように、ですの後はますですますですますって、そうちょっと気にもつけてたりするので、そういうところをきっと褒めてくれてるのかな、ありがとうございます。第7位、関西弁、うわ素敵だ関西弁喋れるところってこと？たまにシュッと出てくる関西弁から感じられる何は魂がいい関西弁が可愛い、力強くも美しい関西弁、
関西弁が流暢ありがとう。これまた嬉しいですね。そっか、やっぱこの方言というか関西弁のファンの方が結構いらっしゃるってこと？まあでも作品とかでもね、ちょこちょこ大阪弁関西弁のキャラクターやらせてもらってるから、声優としてもそういう部分が印象的だなって思ってくれてる方もいるのかもしれません。じゃあ続いて第6位、表情が素敵。いやお渡し会とかで緊張している人に向ける優しい笑顔。ダンスの難しそうな曲でも笑顔だけは絶やさずに見せてくれるお姿がいつも目に焼き付いています。美味しいものを食べると目が丸くなる。表情が豊か。ありがとうございます。そうね、まあ緊張してるファンの方とかは可愛いなって思っちゃうからついニコニコしちゃうっていうのもあるんですが、あとはそうね、美味しいもの食べるとまず目がカッって開くのは癖ですね。そっか、そういうところを気に入ってくださっている、ありがとう。じゃあ続いて第5位です。5位、ファン思い。いっちゃんかっこいいしかもファン思いが5位に来るのがまたかっこいいね、これね。オタクにも優しくしてくれるなんでよ、オタクにこそ優しくしたいよ私は。オタクを覚えてくれる、はいはいはい、認知 しがちではありますねキラキラのお目目で目を合わせて話を聞いてくれる私のこと大好きなやつがいるここにそっか、嬉しかったね、キラキラお目目でね話聞いてくれてねかわいいねオタク、ありがとう。まあそうね、やっぱりまあさ、黒木ほのかさんがいるからファンの皆さんもいるっていうのご意見もあるんですけどどこからその意見はでもやっぱファンのみんながいるから黒木ほのかとしてねこうやって活動を続けていけるなって思うから、まあそりゃたまにはねファンのみんなにもちゃんと素直にありがとうを伝えたりとか優しくしてますよじゃあ続いて第4位、気遣い屋さん。ねえ恥ずかしい素敵なところで気遣い屋さん入ってくるの恥ずかしいよしかもこれもだってスタッフさんが気遣い屋さんっていうワードにしてくれたってことでしょあ、気遣い屋さんっていう文章も来てたんだ、そうなんだ。場の雰囲気を察して振る舞うことができる気遣いが素晴らしい、気遣いがうまいところといただいておりますまあね、これはそのファンの方にも言っていただけますし、あとその女性声優とかにもやっぱりこう言われることは多い、周りをよく見てくれてますねみたいな言ってくれるから、ありがとう。好きなのかな私のことってこの女私のこと好きなのかなって思ったりしてるんですけど、ありがとうございます。続いて第3位、声お芝居。ありがとうございます。やったー、嬉しいよー。かわいい声。本当ですか、ありがとうございます目開ける引き出し間違えた今ありがとうございます。そしてイケボ。イケボあんまり出すことない気がするけどね、でもイケボ成分を感じてくれる時もあるってことか。あと笑い声ありがとう。あと元気をくれる優しい声色の演技がとても上手。歌声もありがとう、それは嬉しいですね。わあ、どうなんだろう、この歌声はさ、そのなんか作品キャラクターとして歌ってる時なのか、黒木ほのかとして、まあ、サンドリオンとかで歌ってる時なのかは、どっちなんだろう、うん、ドキドキ、ありがとうございます。じゃあ第2位、トークがうまいありがとうございますやったー、これはきっとこういうおしゃべりがうまいですねっていうことを言ってくれる人は結構いるんじゃないかなって思ってたので、黒木さん的にも嬉しいですし、まあ納得の2位っていう感じでございます。
相手に合わせてのトークの打ち返しがめちゃくちゃうまい。打ち返しって言うんだ。ほう、かっこいい。聞き上手で話し上手、ありがとう。 MC の進行がうまい、安心感がある。ありがとうございます、嬉しいです。 MC 進行うまいって、そっか、言ってくれるの嬉しいな。まあ、やっぱこの業界さ、あの MC うまい方普通にいっぱいいるから、さあ、なんかやっぱそういう人たちと比べると、ああ私ってまだまだだな、ここもうちょっとうまくできたなとか思ったりすることもあるんですが、そっか、褒めてもらえてる、ありがとうございます。自信持ってやっていこう。じゃあ最後、栄えある第1位なんだと思いますか？そうですよね、皆さんもう分かってると思います。じゃあ発表しましょう。第1位は顔がいい。パッパラパッ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 パ顔面国宝ランキングとか雑誌でやってますけど、国宝級ありがとうございます。目に色気がある。耳の形がいい、これも顔がいいに含まれるんですね、ありがとうございます。眉と眉下の比率が人類史上最も美しい。待って、怖っ。人類史上最も、あなた人のことを知らなさすぎるんじゃないですか。もっと美しい人いるんじゃないでしょうか、わかんないですけど。接近イベントに行くと毎回顔と目を直視できずに終わっていますなど。ありがとうございます。いや嬉しいんだよ、嬉しいんだけどさ、まあでももう殿堂入りでいいんじゃないですか、顔がいいわ。いやね、でもあの以前かなり昔ってほどでもないんですけど、数年前にそう私のいいところ好きなところランキングっていうのを実はちょこっとやったことがあったんですが、その時も、ま、顔がいいっていうのが、ま、上位には入ってたんですけど1位じゃなかった気がするんだよね。だから SSR ほのけを見てる層は私のビジュアルが好きということで。ありがとうございます。いやでも嬉しいよ、お母さんに感謝やね。あ、お父さんにも感謝やね。危ない危ない、っていう感じですかね。よし、ありがとうございます。まあ票数が多かった意見は以上となります。で今回はこの前半部分だけでは時間が足りないので、この後も引き続きリプライ、まあ、その詳しいメッセージの内容なんかを紹介していこうと思います。それでは後半に行く前に続いてのお題をね発表しちゃおうと思います。こちら、黒木さんの声で実装してほしい SE。 なんのこっちゃっていう感じだと思うんですけど、あのこの SSR ほのけっていう番組を私の声だけで作り上げたいっていう思いがずっと昔からあって、多分なんか94、5、6回目ぐらいのどっかの生放送でも全部 SE 私にしたい、 BGM も私がいいみたいな話をちょこっとしたと思うんですが、それをなんか叶えてくれそうな予感がしてるので、そうぜひ皆さんにもこういう SE 撮ってほしいなみたいなアイデアを送っていただければと思います。マジで楽しみ、やったということでね、こちらは番組の X からポストしておりますのでリプライで投稿してください。あと YouTube のコメントでも投稿することができます。ということで後半に続く、黒木ほのかのシークレットショールーム、この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りします。